はい、どうもこんにちは、ベルプリです、今日はですね、ベルファイア、車に対する、ね、思いをちょっと動画の方で語ってみようかなと思います。まあ、昨年からYouTube 始めて、最初ボクシーの動画から始めたんですけれども、ボクシーで12本、あとベルファイアの方はもうすでに多分90本を超えてるんじゃないかなと思うんですけれども、合わせて100本ぐらい、撮ってきました。主に装備や使い勝手、あと使用感など、そういったところでレビューをやってきたんですけれども、今日はね、個人的な感想になるんですけれども、その辺をメインでやっていこうと思います。車に対する思いというところで話の方はちょっと私の幼少期まで遡るんですけれども、生まれた当時私の家には車がありませんでした。車だけじゃなく駐車場の方もなくて、普通のね、家だったんですけれども、普通っていうと何が普通なのかなって感じなんですけどね。都内とか、あと私が生まれたその北海道の、札幌市内であれば交通の便発達してるんで、車なんかなくても別にどうってことないかなと思うんですけれども、私の生まれ故郷はその札幌市から数百キロ離れたところです。決してね、人口の多いところではないので、そういったところで車が家にない生活というのを高校生ぐらいまで続けてました。小さい頃なんかよく、体がそれほど強い方じゃなかったので、夜夜中ですね、熱を出してその当番医に行くときなんかは、当然車がないですから、タクシーを呼んで行ったんですけれどもね、そのタクシー乗るのがちょっと嬉しかったなっていうのを覚えてます。当時ね、本当40年以上前の話なんですけれども、そういった当番医に行ったときなんですけれどもね、初乗り料金がね、210円だったっていうのを今でもよく覚えてるんですけれども、本当ね、車が大好きというかね、乗るのが好きでしたね。そんなんで、小さな時の、その将来の夢なんですけれども、タクシーの運転手でした。そんなわけで、家に車がないというところで、どっか行くってなると、一大イベントみたいな感じで、バスか電車、電車じゃない、汽車ですね、向こうは。架線がないディーゼルカーなんで、汽車を使うか、あとはタクシーでね、移動するってことはほとんどなかったんで、バス。今はこれ公園ちょっと来てるんですけれども、子供と二人で。家からそうですね、十数キロ離れたところの公園なんですが、仮にこういうとこに、来ようとするとね、ほんとね、前の日から計画を立てて動くみたいな、そんな感じだったんですけれども、前もってね、ただ、やっぱ車があるとすぐちょっと行こうかってね、ホイホイって来れるんですけれども、やっぱりね、そういった不便さっていうのを子供ながらにちょっと思ってた時もありましたね。それでも姉が私が高校の時に就職して、家に車がやっと来たので、一気に行動範囲が広くなり、便利になったんですけれども、それと同時にね、自分の車が欲しくなると。私が20歳ぐらいの時っていうのは、スポーツタイプや、あと高級セダンですね。その辺がすごく勢いがあった時期なんですけれども、今や本当に、ミニバンか SUV っていう、そういう時代になりました。その中でね、初めてこの車を知ったのは、20の方です。ベルファイア20の方で、展示されてる車を見たのが、きっかけだったんですけれども。70のボクシーを商談中に、ある特設会場でイベントやるっていうことで、その時、ひょこひょこ行ったんですけれども、そこに置いてあった20のベルファイアですね、前期か後期かちょっと覚えはないんですけれども、乗った時にパノラミックビューモニターが搭載されてる車で、本当ね、乗った感じがすごいなってやっぱその時思いましたね。第一印象的にやっぱりそう思ったのと同時に、いつかはこれちょっと買ってみたいなっていう、そういった思いになりました。若い時はFR の、ターボのついたスポーツタイプですか、その辺とか、あとは高級セダン、その辺がね、ほんと欲しくて、例えて言うならセダンで言うと、初代マジェスタあたりですかね。あの辺がね、すごく欲しかった時期があったんですけれども、結局ね、買わずじまいで、いろいろあって買えなかったと。これはね、私がね、あまりにもその、パチンコに飲み込んでた時期があったので、ちょっとね、買えなかったっていうのはあるんですけど、やってなきゃ間違いなく多分買えたと思います。そういった中で、結婚して、子供が生まれるっていう中で、やっぱり、使い勝手、実用性のあるところで、次第に、自然とね、ミニバンの方に、シフトしていった形になりました。70のボクシーを商談する中でね、本当いつかは買いたいなっていうふうに、思いつつ、ちょっとね、浮気しながらの商談だったかもしれないんですけれども、やはりね、その時、ベルファイアの価格も新車価格、今ほどの金額ではなかったんですけれど、やっぱボクシーに対してプラス100万ぐらいはやっぱ必要でしたね。予算的にちょっと無理だったっていうのが当時あったので、その時はね、普通にというか、ベルファイアじゃなく、ボクシーの方、
買ったわけなんですけれども、まあ、その時次買い替える時はベルファイアかななんていうふうにやっぱ思ってたんですけれどもね。あと私の妻も内装外装ともにやっぱりすごく気に入っていて、まあ、これは20の頃もそうでしたし、まあ、30もそうでした、まあ、いつかやっぱ欲しいよねっていうところが、まあ、夫婦間でその、まあ、意見が一致していると、まあ、そんなところでね、予算の目処が立てば本当に話が早かったかなっていう、そんな感じです。まあ、20の展示車を見た後に、まあ、またそのベルファイアの試乗したのは、まあ、30の前期でしたね。80のボクシーを商談中にまたちょっとね、浮気してそっちを見たりなんかもしてたんですけれど、まあ、本来タンクをね、見に行って話が逸れてボクシーを買うっていうことになってしまったんですけれども、まあ、その時、タンクを、まあ、試乗して、まあ、ボクシーも試乗して、そして30前期の、まあ、ベルファイアも、まあ、3台試乗したんですけれどもね、やっぱね、その時もいろいろな装備がまた追加されて、よくね、覚えてないんですけれどもね、まあ、本当に、あ、これやっぱいいなと思ったんですけれども、そもそもね、タンクの予算で行ってましたから、まあ、とてもじゃないけどね、ベルファイアの方にはちょっと手が届かなかったというところで、またまた見送りという、その時はね、形になりましたね。まあ、ただその時初めて公道で、まあ、ベルファイアのハンドルを握ったわけなんですけれども、まあ、やっぱ見てる時と違って本当にね、あ、これはすげえわってやっぱ一言で言うと、まあ、私はね、あまり車のそのサスペンションとかそのエンジン、あとね、構造的な知識って全くないんで、まあ、ちょっとうまく言えないんですけれども、本当にこりゃいいわの一言でしたね。まあ、試乗コースをぐるっと回ったんですけれども、いや、これね、いつか本当ね、乗ってみたいというかね、自分ちの車にしたいなってやっぱ思いましたよね。まあ、今時ね、その車とかね、あと、まあ、家なんかにその価値観を見出す時期というかね、時代じゃないのかもしれないんですけれども、ただただね、本当私はその直感的なフィーリングで、いやー、この車いいなってやっぱ、思いました。まあ、車好きにもかかわらず、まあ、長い期間車がない環境で、まあ、育ったわけなんですけれども、まあ、そういった中でね、今の自分の価値観が作られたんじゃないかななんて思う時もあるんですが、まあ、今私の後ろで子供遊んでるんですけれども、まあ、生まれた時からね、家に車があって、まあ、これが多分当たり前になってると思います。まあ、育った環境とかでね、物への価値観とか執着心が変わるんじゃないかなと思うんですけれども、私の子供が大きくなった時どんな車を欲しがるのかなってやっぱ思いますね。まあ、今のところやっぱ子供ですから、GTR がいいとか、あと86がいいなんて言ってますけど、まあ、大人になったらどんな車を、まあ、欲しがるのか本当見ものです。まあ、そんなわけで私のそのね、車に対する思いがまあ強いというところもあるんですけれども、ただ車購入の際に一つだけ必ず守ってるルールがあるんですけれども、まあ、ローンを組まないっていうところですね。まあ、今車のローン組んでしまうと、まあ、家もねローン組んでるんで、二重でローン組むことになってしまうんで、まあ、何かあった時ね、やっぱ支払いが厳しくなってしまうというところで、必ず金銭面でね、十分に余裕というかね、買える状態になってから、まあ、買うっていうのが条件ですね。まあ、無理して足らない分ローンを組んで買うっていうことは、まあ、しないようにしてます。ただこのルールも家のローンを完済してしまえば、まあ、ある意味法改正という形で、まあ、変えていこうかなとは思ってます。まあ、まだまだ先の話なんですけれどもね。ただ本当ね、家のローンなくなれば本当生活楽じゃないかなと思うんですけれども、早く完済したいところですね。まあ、車買ってるから完済できないのかもしれないですけどね。仮にこれね、買わずにずっと乗り継いでたらどうかなっていうところもね、計算非常に重要なところかなとは思うんですけれども、まあ、ただね、それだけじゃやっぱりつまらないんで、ある程度ね、頑張ったら、まあ、よく言うセリフですけど、自分のご褒美みたいな感じで車買うっていうのもあるんですけれども、まあね、そんな感じで、まあ、キツキツで切り詰めてもやっぱり生活してて楽しくないですから、やっぱりね、ハメ外せるとこ外しちゃっていいんじゃないかなと思います。今回、車ベルファイアに関する、まあ、個人的な思いを動画の方でお伝えさせていただきました。こちらの方ね、今回はあくまで本当個人的な感想や思いが非常に強いです。まあ、価値観の違い等もあるのでね、そんな違うよって思う方もいらっしゃると思うんですが、まあ、あくまでね、これ私個人の意見として聞いていただければなと思います。普段はね、レビュー系が多いと思うんですけれどもね、使い勝手とか、あとはまあ、気になるところとかね、注意点、まあ、そういったところをメインでやってるんですけれども、たまにこういった感じで、まあ、私のね、生い立ちなんかも含めて個人的な感想を動画の方でいろいろやっていきたいと思いますので、
まあ、気になる方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方、ポチッとよろしくお願いいたします。あとですね、ご質問、リクエスト等ございましたら、お気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。